こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは粗挽きバルスト、裏を見るとポークソーセージ、ボロニアソーセージですね。ボロニアソーセージが 160g ですね。これがサムネイルです。で、主食は豆腐丼です。で、蒸し野菜ですね。ナスと万願寺ピーマン、万願寺唐辛子とキャベツです。はい。で、肝心の体重です。何キロかな。減ってたらいいのにな。増えてるのかな、減ってんのかな。増えてました。ものすごく我慢してるんですけどね、増えちゃうんですね。それでも 57.1、 体重 57.1、 体脂肪率 12.8、 体重 57.1、 体脂肪率 12.8、 基礎代謝 1343、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。もう一度、体重 57.1、 体脂肪率 12.8、 基礎代謝 1343、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。サムネイルは粗挽きバルスト、ボロニアポークソーセージです。主食は豆腐丼、蒸し野菜、以上です。